ルートビヒは、ビュルテンベルク公。ルートビヒ経験公とも呼ばれる。ビュルテンベルク公クリストフとその日で、ブランデンブルクアンスバッハ編共白、ゲオルクの娘であるアンナ・マリアの間に生まれた子供の、うち、生育した、唯一の息子だった。1568年に、父が死ぬと14歳で、公爵位を継いだが、母、マリア・アンナ、プファルツ・ツバイブリュッケン公ボルフガング、 母方のおじである、ブランデンブルクアンスバッハ編教博、ケオルクフリードリヒ、バーデンドゥルラハ編教博カール2世が成人するまでの後見人となり、広告の行政上の責任者は、カステル伯爵ハインリヒが務めることになった。父の遺言により、ルートビヒは24歳になってから申請を行うよう、定められていた。 しかし24歳になる1578年以前から、ルートビヒは実質的に広告を統治していた。ルートビヒは1573年には、プファルツ選帝公、フリードリヒ3世からのプロテスタント、諸公同盟結成の誘いに応じている。この諸公同盟は、イングランド女王エリザベス一世の強い働きかけで1577年には、成立したが、ビュルテンベルクに、 何の利益にもならなかった。その後の政治状況の変化により、すべてのプロテスタント諸公による同盟が1585年に結成されたが、ルートビヒはこの新たな同盟に参加することはなかった。理由としては、福音派の諸公であるルートビヒは、プロテスタント同盟がカルバン派の勢力を助長することにつながる可能性を恐れたためもあるが、父と同様に皇帝と、 帝国政府を支持する立場にあったことが大きかった。父と同様にルートビヒも、また勢族の帝国諸侯の融和と帝国の平和を支持していたのである。ビュルテンベルクの風神の代表である、レーベンシュタイン博ルートビヒは1579年、ルートビヒの宗教問題に関する融和姿勢を非難した。また1591年、皇帝の命令を受けた。 コンラートフォンパッペンハイムが施設団として、ビュルテンベルク広告に派遣され、ルートビヒから皇帝に対して、軍事行動を起こすつもりがないとの現地を取ろうとした。ルートビヒは大変な寛大さと公正さをもって、広告の政務に熱心に臨んだ。一方、ルートビヒは年を取るにつれて、経験な性格になり、ルター派の競技に傾倒するあまりカトリック教会や、 カルバン派を攻撃するための質問を考えて、過ごすような日々を送り、正当信仰の探求と、宗教論争に人生を費やした。しかしルートィヒは、信仰に熱中する、あまり世俗の生活の楽しみを捨てたわけではなく、熟練の機種であり、とりわけ狩猟を好み、主業でもあった。1593年、それまで健康だったにもかかわらず39歳で、急死した。 ルートビヒは1575年に自分の貢献人の一人であったバーデンズルラ派辺境クカール2世の娘ドロテアと結婚したが死別し1585年にプファルツフェルデンツコーゲオルクヨハン1世の娘で千歳の十枚にあたるウルズラと再婚していたしかしどちらの妻との間にも子供はなかったため父の重邸であるメンペルガルトハク・フリードリヒが後継者となった ありがとうございます。